投げ左打ち。ニックネームのジンジャーは赤毛の意味。1901年からのパイレーツのリーグ3連覇の頃のリードオフマンで、1902年に首位打者となった。ベロア大学を卒業後、1899年にピッツバーグパイレーツに入団する。1年目から持ち前の瞬速を発揮し、111試合に出場して、352の打率を記録する。 ビューモンは、長打は少ないものの足でヒットを稼ぐタイプで、1899年7月22日の試合では、内野安打ばかり6安打で6得点を記録したそうで、ある。1906年までパイレーツのリードオフマグを務め、パイレーツがナショナルリーグを3連覇する1901年から1903年に、かけては3年続けて打率。 330以上、180安打以上、100得点以上という成績を上げた。この間、1902年には、357でナショナルリーグの首位打者を獲得。また1902年から1904年には3年続けてのリーグ最多安打。1903年にはリーグ最多得点を記録した。1906年以降は度重なる。 足の怪我に悩まされるようになる。同年は80試合に出場したのみで、オフに、エド・アッパティッチオとのトレードで、ボストン・ダブスに移籍した。1907年は、フルシーズン復活し、自身4度目となる、リーグ最多安打と、322の打率を残す活躍をしたが、以後目立った活躍ができず1910年に、シカゴ・カブスに移籍。 この年のワールドシリーズにも出場したが、3度のライダのみの出場に終わった。1911年に1年マイナーリーグで活動した後引退し、その後は故郷ウィスコンシンのハニークリークで農場を経営していた。1951年にこの年創設されたウィスコンシン州スポーツ伝道の最初の殿堂医表彰者の一人となったが、 ほどなく脳出血で倒れた後、1956年に79歳で死去した。後年、故郷ウィスコンシン州のバーリントンの野球場に、彼にちなんだ名前が付けられた。ありがとうございます。